本日は前回ゆずきちゃん、のぞみちゃん、みかんくんとコラボ動画を撮っていきましたが、今回もコラボ動画です。最初はみんなでノックをして、その後ゆずきちゃんの S 級キャッチボールをお送りします。どうぞ。さあ、ノック始まりました。今回は軟式でノックとなります。みかんくんとゆずきちゃんとのぞみちゃん3人でノック、翔平 TV はノッカー、キャッチャーはひろととなります。さあ、ゆずきちゃんのノックどうですか？はい、上手ですね。さあ、みかんくんはどうですかね。みかんくんは素晴らしい、もうバタバタしててね。はい、のぞみちゃんはグローブ合ってないですかね。はい、結構ね、翔平は鬼なんでね、難しいノックをしてきます。はい、ゆずきちゃんは上手です。さあ、今回ね、せっかく3人でやってますんで、3人で5周ノーエラーでできたら終了という、ミッションを出しましたんで、みんなね、エラーしないようにね、必死に撮っております。はい、それではご覧ください。うわ、うまい。うわ、音がいい。そう、試合後どうだ。あ、イージーか。お、うまい。あじゃあ、みんな5周ノーエラーで終わり。5周ノーエラーね、オッケー。大丈夫、大丈夫。おいよ、お願いします。さあ、危ない、うまい、危ない、うまい。もう体で取った、体で取った。さあ、2周目、すごいな。あら、危ない、頑張っ。やな。3周目ね。4周目、3周目。うわ、むずい。おぉ、よっしゃ、いきます。うまい。4周目、いけ。うわ、うまい。本気本気。あ、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 1周目お願いします。おぉ、反応いいね。おうまいね、みかんさん。おい、ありがとう。おうまい、最高、うまいな。飛びながら。お願いします。最後、超イージー。さあ、プレッシャーかかってきた。4周目さあ、行きます。ああ、イージー、くそ、イージー、いきます。うわー、うまい、うまい、見せるね。うわ、ああ、あ、見せるね。うわ、ああ、あ、あれ、今当たってませんので、あ、すいません、強襲ということでいいですか。もういいっすか。あれ、あれ、行こう。あ、あれ、あ、あれ、あ、これは、これは普通にエラーです。1周目、あ、来た時の気持ち悪い。いいよ、いいよ、いいよ。ちょっともう綺麗だ。うまい。ああ、カメラが死ぬ。ああ、難しい。いや、無理や、これは無理だ。来た、来た、来た、ショートする。おー、はい、これ、これ、これいきます。エゴー、シャイゴー。
ちょっとゆずきちゃんのボールを受けていきます。よっ、お願いします。お願いします。行く。やべ、俺がちょっと肩が終わってる。んやだ、すいません。んやだ、すいません。めちゃくちゃ伸びてる。伸びがいい、伸びがいい。うわ、いい。うわ、いい球。ほんまにいい球だよ。マジでいい球、マジでいい球。これ打ってない。見ても伸びてるの分かる。すごいな。あ、いい球。あ、いい球。この怖いね、ここが。スナップがやっぱり飛ばすかに。いけー。めっちゃ、マックスどれくらいですか。最近は分かんないですけど、高校の時は最後18が 118? はい、すげーな。今はそんな出ないです。女子プロレベルや。いや118ってやばいよ。男でもやるんだ。そう、ヒロトで100チョイス。うわー、いい球。100ぐらい。106。いや、106ぐらい。106それぐらいよ、普通ちゃん。ねえ、すごいな。88は超えてるわ。急速じゃないかな、でもね、やっとしやけど細かいって。わー、怖い。わー、怖い。ここ怖い。いい球。めっちゃいい。グイ今エグな。ビビった今。張ってきてるな。そう、一応もう上げてきてるよ、これ。怖い。怖い。急速以上に何か速そう。出所がちょっと見づらいけど、確かに断る。うわうわ、いい球。なんかビーナスリーグの出るんですか。あ、人数がまだ集まってなくて。あ、そうなんですね。はい、これからか。人数が集まったら一応ビーナスリーグ。あ、ビーナスリーグ、はい、なるほど。今6人で来年度一応10人ちょっと集まりそうかなって感じなんです。おー、ゆずきちゃんが所属している山梨バンディッツガールズではただいまメンバーを募集中です。詳しくは動画概要欄からチェックしてください。翔平 TV では女子野球、BC リーグ、少年野球、中学野球、さまざまな野球チームを取材してきていますが、あんまり見ることがないんじゃないでしょうか。女子野球選手の実力本当に素晴らしいので、次回山梨バンディッツガールズに潜入したいと思います。そして次回の動画はゆずきちゃんがガチピッチング、素晴らしいボールを投げます。また見てねー。11月のプレゼント企画、行きましょう、行きましょう、行きましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要あるのか、重要あるのか。いや、もうそれだって伝統の浜沢さんだね。そう、伝統の浜沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます、磨きます。良、うん、平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。
10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。いや、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。